ギャランクーペ FTO は三菱自動車工業が製造、販売していたパーソナルクーペタイプの乗用車である。ギャラン GTO の弟分的な存在として1971年11月に販売が開始された。車型はゴザのファストバック、ノッチバックスタイルの2ドアクーペのみである。そのプロポーションはワイドトレッドショートホイールベースとかなり特徴的である。 この軽快なクーペというコンセプトは、後年の FTO にも受け継がれることになる。しかし FTO は、ギャランクーペ FTO の系譜ではなく独立した新規の車種として登場した。乗用車の生産規模が、それほど大きくない三菱らしく、この FTO も成り立ちの多くを、ギャランシリーズと共用しており、エンジンフードはコルトギャランと、ドアはコルトギャランハードトップ。 ギャラン GTO、二代目ギャランハードトップとの共通部品である。そのため、ドアは車体に対して非常に長く見える。足回りやパワートレーンなどのメカニズムも、コルトギャランからの流用であったが、エンジンは、本来、デリカなどの商用車として新たに開発された、オフ、1400cc、86PS のネプチューン86、法 g 41型が採用された。 トランスミッションは当初4足 MT のみであった。フレスコツーリスもオミルゲートの略でイタリア語で公認された新鮮なフィーリングを持つ車。ありがとうございます。